はいどうも皆さんこんにちは。今回は西南戦争についてお話ししていきます。明治時代に起きたこの反乱は不平士族による反乱の中で最も大きな反乱です。またこの戦いは日本史上最後の内戦でもあるので歴史的に見ても大きな区切りの一つです。今回の動画ではそんな西南戦争について確認していきましょう。幕末に活躍した西郷隆盛は戊辰戦争を経て明治政府の中心人物となりました。しかし政官論争によって政府内部が分裂、西郷隆盛含めた政官派は政府を辞めてしまいます。その後西郷隆盛はどうしたかというと、故郷の鹿児島へと帰り畑を耕したり馬の世話をしたりして昔の生活に戻ったのです。しかし西郷が昔の西郷に戻っても周囲の状況は昔とは違いました。当時の西郷はとにかく大人気の人物だったので、西郷先生が政府を辞めるなら俺も政府を辞めると考える人物が続出し、政府にいた鹿児島県出身の役人たちは西郷を追って続々と帰郷したのです。こうして鹿児島には明治政府に不満を抱いている人たちがたくさん集まっているという状況になりました。そんな状況で西郷隆盛が中心となり鹿児島に設立されたものがあります。士学校です。政府を辞めた西郷は職を失ったたくさんの士族たちを見て、士族を指導統率する場所が必要だと考えました。こうして西郷の部下である桐野俊明が士学校の幹部となり、以後士学校はたくさんの人材を輩出していきます。しかしただ勉強していたわけではありません。その内容は銃や大砲の扱い方を習うといった戦いの訓練も行っていました。西郷は学校の運営や指導には直接関わりませんでしたが、生徒たちは西郷を慕って集まっていた人々です。つまり周囲から見ると西郷は強力な軍隊を組織しているように見えました。さて一度西郷から離れて大久保利通の話をしましょう。西郷と幼い頃から共に育った大久保は政官論争で西郷と対立し、たもとを分かって政府に残っていました。そんな大久保にとって鹿児島の状況は悩みの種です。この頃の鹿児島では士学校の生徒たちが成長して鹿児島の政治を担っていくようになっており、鹿児島の実権は士学校が握っているといった状況になっていたのです。そんな状況だったので鹿児島は政府の方針に従っておらず、半分日本から独立するような形をとっていました。大久保利通からするとこの士学校の存在は脅威です。特にこの頃の鹿児島には日本最新鋭の武器弾薬の工場があったので、政府としても気が気ではありません。こうして大久保利通は政府の人物をスパイとして送り込み、鹿児島の内情を探らせて夜中にこっそりと武器製造機械を搬出しました。これに激怒したのが鹿児島の人々でした。桐野俊明のような士学校の人々は政府が泥棒のようにして武器製造機械を奪った、もはや戦いは避けられないとして反撃を開始、政府の火薬庫を襲撃して大量の武器弾薬を奪い去ります。さらに政府のスパイを捕まえて、真偽は不明ながら西郷暗殺の命令を受けていたと自白させており、士学校の人々の怒りは頂点に達します。この時西郷は狩りに出かけていたのですが、一連の襲撃を知った西郷は鹿児島へと帰還。すでに西郷暗殺計画の噂を聞きつけた人々が西郷を守るために続々と集まってきており、自宅の周りは士学校の人々で埋め尽くされていました。しかしいくら西郷であっても怒りが頂点に達した彼らを止めることはできません。とうとう出兵が決定され、西郷も腹をくくりました。こうして始まったのが西南戦争です。西郷隆盛は士学校の生徒たち約1万3000人を主力として出陣。ここに各地から西郷挙兵の噂を聞きつけた不平士族たちが集まっていき、合わせて約3万の兵が北上します。これを受けて政府、つまり大久保利通は九州に軍勢を派遣。大久保利通が大阪に陣取って約4万5000の政府軍が九州へと向かいました。この戦いの勝敗を分けるのは他の地域の動向、つまり政府に不満を持っていた多くの地域が立ち上がるかどうかでした。そんな中まず最初に西郷軍が向かったのは熊本です。当時の熊本には熊本鎮台という陸軍の部隊が置かれており、政府軍にとって熊本は九州の軍事的な要でした。西郷軍はそんな熊本に目をつけて熊本城を目指したのです。対する政府軍も負けてはいません。発達した情報網で西郷軍の動きを捉えており、すでに軍勢を九州に差し向けていました。
そのような状況で始まった西南戦争ですが、西郷軍は政府軍を舐めていました。なぜなら政府軍は徴兵によって作られた部隊、つまり兵士は農民や商人などの国民だったからです。対して西郷軍は百戦錬磨の薩摩隼人、つまり武士です。百姓どもが相手になれるものではない、熊本城など竹槍で人叩きだと鷹をくくっていました。しかしそれが大誤算でした。迎え撃つ熊本鎮台では西郷の反乱を見越して万全な準備を整えており、籠城の構えを見せていました。そこに到着した西郷軍は本州からの援軍が来ないうちに熊本城を落とそうと攻撃しましたが、5日攻めても10日攻めても城はびくともしません。それどころか熊本城で籠城していた軍勢は激しく抵抗して反撃し、西郷軍に大損害を与えます。そうこうしているうちに本州からの援軍が迫ってくるのです。これを受けて西郷軍は作戦を変更、熊本城には抑えの兵を残して主力はさらに北上することにしました。この熊本城攻防戦の勝負が決した時点で西郷軍の勝利は大きく遠のきました。しかし政府も気を抜くことはできません。なんといっても相手は旧薩摩藩、たくさんの戊辰戦争経験者がいる部隊です。遠距離戦では圧倒的な物量を持つ政府軍が有利でしたが、近距離戦では圧倒的な訓練と実戦経験を持つ反乱軍が有利だったのです。西南戦争は旧体制の武士と新体制の徴兵、その決着を見る戦いでもありました。熊本城から北上した西郷軍と博多小倉から南下した政府軍、彼らがぶつかったのは田原坂でした。この田原坂では政府軍が放った銃弾と西郷軍が放った銃弾が空中でぶつかって一つになるほどの激戦が20日間に及び続けられ、西南戦争随一の激戦地となっています。結局政府軍には続々と援軍が集まって戦力が強化されましたが、西郷軍は弾薬も欠乏して幹部も戦死、戦力が低下していき、田原坂の突破を許してしまいます。この頃政府軍は船を使って裏側に回っており、八代口から熊本城を目指していた背面軍がいました。挟み撃ちを受けた西郷軍はさすがにこらえきれなくなり一斉に退却。これ以降政府軍はゆっくりと包囲網を狭めていくのです。こうして補給路を分断された西郷軍は鹿児島奪還を目指して激しい攻撃を仕掛けましたが、戦力が低下した西郷軍にはそこまでの力は残っていませんでした。政府軍に撃退された西郷軍は帰る場所を失ってしまい、宮崎方面に落ち延びますが、その宮崎にも政府軍が迫り徐々に追い詰められていきます。その後の西郷軍は宮崎平野を北上して最後の反撃を試みましたが、政府軍は次々と戦力を投入していき、物量によって西郷軍を圧倒していきました。もはや戦力差は歴然としており、勝負は決まっていたのです。西郷軍の壊滅は近い、そのように政府軍は油断したのでしょう。西郷たちは夜のうちに包囲網を突破、闇に乗じて九州山地の中へと姿を消しました。その西郷が次に姿を現したのは鹿児島の城山、つまり故郷の薩摩に戻ってきたのです。政府軍は西郷を一度取り逃がしたということもあり、その失敗を生かして強固な包囲網を築き上げます。そのように逃げ場をなくした上で政府軍は真夜中に一斉攻撃を開始。西郷隆盛は洞窟に隠れていましたが、味方の兵士が次々と倒されていく中で洞窟を出てゆっくりと下山、少し歩いたところで西郷にも銃弾が当たり、もはやこれまでと悟ります。西郷は膝を揃えて東を遥拝し自刃。幕末の英雄西郷隆盛はこのようにしてその生涯を終えるのでした。さていかがだったでしょうか。西南戦争の終結は武士の時代の終焉を象徴する出来事でした。西南戦争の最中には最後までその行く末を案じていた木戸孝允が病死、大久保利通はその後も政治の中枢にいましたが、東京にある清居坂で不平士族の手によって暗殺されてしまいます。こうして維新三傑と称された西郷隆盛、木戸孝允、大久保利通がこの世を去り、時代は大きく変わっていきます。大久保亡き後に内務卿となったのは大久保から徴用されていた伊藤博文、彼らのような一つ下の世代の人物がこの後頭角を現して日本の近代化を引き継いでいくのです。